一個さ、うん、思い出したというか、なんというか、これはその未だに俺分かってないんだけど、うん、お茶漬けを、うん、してお茶漬けあるじゃん。お茶何回お茶が多かったけど。お茶すげえ入ったな。すげえと思っちゃった。すげえ薄いぞそれ多分そのお茶漬け。すげえと思っちゃった。ちょ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 。何どうした。お茶漬けあるでしょ。あれを早く食べないと米が増えるって。どういうこと？それは何？今もう本当かどうか分かってない。分かってない。どういうこと？未だに分かってない。米が増えるっていうのはすごくない？いやなんか一生食えんじゃん。言われてた気がするの俺。バイバイみたいな感じになるってこと？ドラえもんの。すごい。お茶漬け母ちゃんかばあちゃんかなんかに、うん、お茶漬けをとかなんかああいうぶっかけ系、うん、はいはいはい。味噌汁とかもさ、猫まんまみたいな。そうそう、かけるじゃん。うんうんうん、でかけた時にその勢いよく行きたいんだけど、なんかちょっとお腹いっぱいで、はあ、ちょっとあんま食えねえかもみたいな感じでちょっとスローペースで食べてると、はいはいはい、それ早く食べないとどんどん増えちゃうよみたいなさ、それさよく、うん、増えちゃうって、うん、多分、うん、なんていうの、体積がふやけるっていうかね、その米が水を吸って、うんうんうん、容量が増えるよみたいなことなのかな。かな俺の俺のイメージでマジかお米増えちゃうのと思って。あしばらく見つめてたことはある。増えるのかなって。でも未だにそれは分かってないから。いや。未だに分かってないの？未だに分かってない。やべえじゃん、やってみーさ、うん、今度。そうだよ。ちゃんと検証したことがないから。あ検証してみ？米一粒でいいからさ。うん。で、なんなのまだ信じてる、まだあるな。そうだよ、米粒一個でやって、二個になったら。いや、そしたらもう学会行け？二個なったら。すげえぞ。そうだな、これをちょっと見てくださいって言って、学会でやるんだよ。一つやって、お茶漬けに。じっと見てんの。で、増えねえの。学会の中で。で、どうしたかもう、ダラダラって書いて、もうちょっと時間をくださいっつって。増えたんです。増えたんだけどな。僕がやった時は増えたんです。やべえな。ああいざ本番になると増えねえ。そうそう。ありがちなやつ。ありがちなやつね。